坪さっきの都議会の話とか、それから石原さんの話とか、はい、いわゆるその選挙で選ばれた人たちが、どんなふうにこう行動したり、発言したりということになるのかっていうのは、やっぱり気になりますよね、有権者としてはね。 すなわちまあ政治というもの、それを取り巻く環境とかうんいうものもやっぱりちょっと見て予かんとあかんなと思います、ピンピンダラリンさん長官に内閣、えー、官房参与前、えー、内閣法制局長官のお小松一郎氏が、えー、63歳があ死去のそういったあニュースが出ていました。か 集団的自衛権行使を容認する憲法解釈見,解釈見直しに前向きで中フランス大使だった13年8月安倍晋三 えー、首相の意向で内閣法制局長官に起用されたが今年に入り体調不,、えー、不良となり5月に退任しましたがあれから日がほとんど経っていないので、えー、人生の儚さを感じるニュースでした63歳での早石にご冥福をお祈りいたしますということですかねうん、まあ、ある意味であの政治家さんって激務なんでしょうかね ある意味でというかやっぱ政治家、本来、激でも、まあそのまあ、考え方で、というのは、はい、アメリカの大統領選なんかがあるときには、やっぱり反対陣営がです、ね、うん、必ず相手のこんな病気を持ってるとかっていうのをやって、うん <laughs> はい、政治家があの不健康であることがもう最大の欠点みたいな、はい、アメリカなんかは政治家に対しての求めるね、非常にタフで。はい ババリバリ動ける人っていうだからそうなんですよね、だから政治家というものは激務なので、うんうん、もう体力バリバリの人でないと、できないよっていう大前提があるからそうなんでしょうねそれと同時に、ですね、うんはい、激務というのも置いといたとしても、うん、まあ、小高さんの昔の,あの住んでたところの政治家さんとかですね、どこだある方。

だから、年齢じゃないと思いますよ、はい、だからね、あのー、70でも80でも、バリバリの現役で元気で、タフでっていう人だっているでしょ、うん、それよりも60代でもう、うん、もう本当にいろんなところがもう辛くてね、いう人だっているわけですから、はい、年齢ではないと思うんですけど、ね。ああいう人見てると、なんやら妻でもやれるんだな、うん、好きなことやると生き生きするんやなという気もせんでもないですまね、はい、まあ人それぞれでしょうが、小栗、うん、満月さんですが、まあ、そのいろんな今の動きの中の一つ、さっきの、えー ね小松さんとはまたちょっと違うかも分かりませんけれども戦時中の慰安婦募集の強制性があったかというを認めた、えー、平成5年の河野談話に関する検証結果の報告がありました検証結果が発表されてからの産経新聞のはじけっぷりには正直言ってちょっと引いてしまいます当初 安倍首相は、この談話を検証して見直すと言ってましたが、検証はするが、見直しはしないと、トーンダウンしました。検証とし 検証して新しい事実なりが出てくれば、談話そのものを見直すことは当然のはず、韓国の顔色を伺ったのか、えー、靖国参拝で失望されたアメリカに再び失望することを恐れたのか、えー、その腰の引けた対応にはがっかりするやら、怒れるやらと、まあ、この人はそういう感想を持っておりますが、今、何やら入ってきまか、はいそうですね、あのはい、ちょっと今、ニュースが入ってきましたので、お伝えします、はい、中日新聞ニュース速報です。 愛知、岐阜、両県警は今日収賄容疑で岐阜県美濃加茂市の藤井博人市長の取り調べを始めました。容疑が固まり次第逮捕する方針です。愛知、岐阜、両県警は今日収賄容疑で岐阜県美濃加茂市の藤井博人市長の取り調べを始めました。容疑が固まり次第逮捕する方針です。 政治家がどうのこうのという話をしていたばっかり、ね、ねはい、選ばれた人たちがどういう動きをするのかかとということですかね、はい、あの中学の,ねあのプールのこういろんな設備なんかを巡、ねうん、ってこう、あの業者からこうお金を受け取っていたみたいな疑いで調べられていまして、まあはい、若い人でしたね、確かね、最年少でしたでしょ、う全国最年少の29歳。 なんか残念ですよね、期待して入れた方なんかは今、がっかりしてるんではないかなと、まあ、事情はいろいろ、ねえー、あって、うん、えっ、思わず受け取ってしまったのか、あの心して受け取ったのか、うん、そのあたりのところは今後のね、はい、あの取り調べになると思う、まあ、いずれにしても受け取ったということは、ちょっと分が悪いですよね。はい、はいはい 右の上にも三年三からもいただいております。この談話の検証結果が発公表されて、韓国政府が何か対応すると行きまいておりますが、聞き取り内容の裏が取れてないとか、発表前に両政府内で、えー、発表内容の打ち合わせを行い、発言内容について譲歩すれば、慰安婦問題についてこれ以上追及しないという密約ができていたはずなんですが、と、この辺の密約のことは皆さんよう知ってます。<laughs> 僕らは、ちょっとこういう立場によるとわかりませんけれども、その内容に信憑性がなく証拠 アメリカ軍の聞き取り調査内容からは韓国のいう従軍慰安婦は高級売春婦だったという記録も公文書として残っておりますそしてあちこちに従軍慰安婦の像を建てたりやりたい放題ですという。 まあ、そのあたりのところを、まあ、河の談話というものをあるとき出したわけで,で、これに従っていろいろやっていこうと、はい、いうことにはなっていったわけなんですけどもね、うん、こういうまた軌道修正みたいなのが、また今後どういうふうになっていくかというでの皆さん、方本当に言いたいことはいろいろあって、例えばあの東京裁判なんかも、えー、ああいうのは本当、裁判かということですが、戦後、あの東京裁判、極東裁判があって、 でそして日本のこの戦後がずっとあるんで、はい、あれを否定するとまたおかしなことになってくるし、はい、この談話を否定したりしていくときにまたおかしなことになってくるし、うん、そのあたりは僕はまた心配なところもあるんでね、うんはい、皆さん方こうしてご意見を今寄せていただいているようでございます。柴田